これマジでやべえよ。調子乗っとんのやったら。おい、お前何や、勝手に何お前 YouTube やっとれんて。おい、試しにやってみただけや。はちょっと出してみようかなと思ってチャンネル持っとったし、うん、出してんの。何いい年して親父がキリパパとか言ってチャンネル作って、何キリザク親父 YouTube 始めます、何言ったん笑い事じゃねえんやんて。いいやろ。いや、お前これさ、おかんに言うからな。ちょっとやめてよ、それだけやめて。ちょお願いし、ちょっとママんだけ絶対言わんといてよ。いや言うよ今。ちょっとお願い、あんた送信台分からんやろ。ほんとほんと頼む、勝手にあんなも初めて、インスタも初めて、頼むって。しまいには TikTok かなんか知らんけど YouTube も初めては。ほっと言わんといてって。あいつに言ったらもう絶対やばいって、離婚になってしまうって。もういい、また前みたいなあんなになるぞ。問題違うんですよ今回。じゃあ自分が起こしてんのそれは。じゃあ消そうじゃねえんって。一回始めたことがもうダメねんて。もう見られとるん、誰かに。見られとるわいっぱいお前。嘘。いや俺ユニークスだから。あんた今ええや、ちょ頼むって。無理ほんとガチで頼むって。無理ガチで頼むじゃねえん。自分で起こした問題なら自分で解決するやん。お前よだしってこっち焦っとるやつだろ。ちょ、頼む。もう終わりや、あんたもうおしまいやっても。ちょ、頼む。ここで土下座する。ほんなら、ほんと頼む。マジで頼むって。ちょ、バレたらやばいやんで、これだけ。ちょ、ほんと頼む。マジで。いいって。ガチで。いいって。ガチで。ほんま。お前これ、お前この終点も全部 YouTube にさらしてやる。頼むって。終わり。これカメラ回っとらん。当たり前じゃや。嘘やろじゃねえんで。もういいやん。ちょ、もういい。もうあんた Twitter とインスタも全部消さんなよ。なんでや。待ってや。じゃあ。おい。おかん。何やって。親父勝手に YouTube 始めとった。はあ？やってみようかなと思って。じゃあやってみようかなじゃねえんって。もうあんたおしまいって。勝手にこの人 YouTube チャンネル作って YouTube 始めて、しかも登録数3920人。いつの間に？あんた気づいとったん？俺たまたま関連で回ってきて見て。ねえ、なんでそんなもん作るわ？何のためにそんなことするん？私にママにしたら、パパがインスタしとるとか Twitter しとるとかも許せんげん。社会人としてこの子の名前使ってするのダメやん。それを反対しとったのにもかかわらず、うん、YouTube まで始めるんや。ルール違反じゃないんですか？勝手に、しかもこの子に許可も取らず。ガチコメントすげえこれ。話聞いて。ペナルティーとして Twitter とインスタのアカウントを削除して。それだけ、ちょ頼むって。なんでそこまでするん。お前もコンテンツ作っとるけど普通に分からんようにするよ一般人に。なんで一時キリザ来て主張するん。そこまで手出したわ。それ消せんげんたらインスタとツイッター消して、どっちかや。は全部ハで終わらす。いやいや、一つもせんがんけ。ダメやって。私はこの人のインスタとツイッターは反対してますので、皆さんこの人へのコメントとかもうやめてください。家族みんな反対してます。俺も反対しとる。何のために使うん。ただあんたそれでこれでも失敗しとって。だから何もないって言っとるわ。いろんなことで失敗しとるやろ。だから失敗せんようにしとるわよ。違うげん、なんでさらにまた作るがん。そのも YouTube のアカウントなんてみんな持っとるって。持ってません。持っとるって。いや持っとってもいいけど、桐崎の名前使うなって言っとるげんて。おお、お前それ何意気になっとる。そういや違うわよ。私らの思いや。ダメやって。じゃあプライベート、うちらのあんたはね、全部私らのこと裏切っとるげんよ。いろんなこと親かもしれんけど、このアカウントで別に残っとるって。約束は全部ま、いや全部破っとるげん。どうかけすけど、何でよ。そのパパってなんの。いいんって別にいいわよ。ちょっと待てよ。いいんじゃないの。じゃあこれで炎上したら消します。あ、前もそんなこと言って。炎上したら終わりねんって。終わりねん。遅いねん。だから炎上専用機使っとるって、もう1年間以上。だからそれすることによって別に何もねえって。何かあったかないやろ。 YouTube 出たいや、人の女の若い女の YouTube 出たいや。何かだったらあれ何やろ。何やあれ。あれあれ何それ出したらダメやって。なんで。なんで出とるやん。いや事務所入っとるやんぞ。で事務所入っとるんやろ。どうよ、あんた出てんの。それ桐崎パパって名義で出たん、うん、なんか勝手に若い女の子のチャンネル出てるんすよ。あ、いいよね。え、それお母さん的に許すん。それは違う、別に女の子の出てもいいよ。勝手に出たっつうのがダメね。あ、そういうこと。俺の許可なしで。そうそこなんで。あんたさ、なんで勝手に知らん女の子のチャンネル出たん。あ、たまたま来とったし出たや。たまたまってどこに来とったん。石川。ちょ、あれ石川動物園。変な女とデート行った。しかも若い可愛い子よ。ありえんくないけ。てかさ、YouTuber やっとることよりそっちの方が問題じゃない。問題。女性 YouTuber のチャンネル勝手に出るって。勝手に出るって。ご飯食べに行っとったやろ。もう食べに行っとる。食べに行ったやろ。1個ぐらいなんか食ったやろ。ご飯、昼飯食いに行ったやろ。ほら、何でも出てくる。ほら。浮気者。あ、すいません。これ浮気になるが。心の浮気や。あ、そっか。動画でその名前出したら絶対ダメよ。心の浮気相手。心の浮気相手チャンネル。女2人と。そうや。おお。3P やろ、3P。おお、3P か。いやだ、3P しちゃった。親父が出した動画、はい、見てみんな。妹見て。桐崎親父、YouTube 始めます。これ、エイジのカメラで撮ってまーす。タンキッキー、タンキッキー、気持ちいいですわー。
崎親父です。今日からなんと YouTube 始めます。息子が使ってた MacBook Air で編集したいと思います。今日紹介する商品はなんとなんかブーンバチコブーンいい年した48ぐらいの今日の商品はレンジで温めて鼻に入れる超簡単脱毛ワックスゴッソです。これをなんと鼻に入れてやりたいと思います。結構鼻毛濃いんで、ね、っやってみたいと思います。あれ取れてるかな。開封します。いやこれ前まで信じて。うわ何これ。おちんに見えますね。最悪。ワンツー見て。見えますかこれ。出とるよ。ワンツー。もう出とるよ。じゃあカメラ持ってこれレンジでチンテッキーいきまーすね。うん、音が見えなくなる。出したらダメやってこと。700W で4分だそうです。このままカメラ入れちゃおうか。うっそぴょん。いきますよ。あこれ転写されると見せたいや。無チンって言いましたね。何を。できましたよ。おーできてますね皆さん。これすごいですね。できました。鼻に入れますね。思いっきり入れます。ねえこんなん出すん。いやもう出すしかない。探してやろう。いやいや恥ずかしい。私もやねんけど。ついたなんかこんなんあった。あちゃあちゃあちゃあこれマジ痛いっすわ。あこれ血出るわこれ。いやもう恥ずかしい。生きてき恥ずかしい。肌呼吸ができまくたりバッあのキーホルダー特使みたいですね。出たわ。あちょっと慣れたら出た。みんな皆さん抜きますね。一斉のね。あ抜け抜けマジでこれ。やっぱお前ふざけんなお前。ちょ冗談抜け抜けかよお前。これなんかちゃうんじゃないのこれ。抜きます。こっちから。切ったね。せーのね。バカの綺麗のこれ。うわすっごい。ねえ、汚い。すごいんだよ俺。皆さん見てください。これは僕の鼻毛です。ねえ、もちろん。ダメやって。ヒカキンさんも吸い出しとったけど。いやこれダメやって汚い。ヒカキンさんの鼻毛。やばいやばいやばい。ヒカキンさんの鼻毛切りやから最高の木やから。せーので。あーって。うわ、血出てこんか。皆さんこれ閲覧注意ですわこれ。すっごい毛だけだ。え汚いってこれ。汚いな。鼻マジで痛いっすよ。タンケキタンケキ切り裂き親父スポイントドゥルルルルルル 99! 99点です。あえて100点しませんけど 99! 気持ちいいですわ。またねバイバイ。初めての発想法です。さらすよバイバイ。なんで最初の動画で鼻毛を抜こうと思った。あ俺はぶっちゃけ鼻毛すんげえんておめえやないよ。おめえやない。SNS は言葉ねんって。ちょ、痛い痛いって。はっきり言って。痛いねんって。ちょ、いかした。なんで俺こんなもんさらさらって、お前。逆切れしてますよ。ねえ、鼻毛 だけって消して。ちょ、お母さん怒ってないの。人間別にもう。スズメみたいな顔してるじゃん。いつもスズメって言われてる。光をつかめ、好きな場面を書き足せばいいさ。この希望がいつの日にか未来まだ見ぬ先の兆し与える。心の浮気系 YouTuber。たまにそれも刺激があっていいんじゃない。なんでんねんママと50年60年おるとするやん、うん、そのたまにときめきもなかったら生きてけんやろ。え、自分で編集と撮影したん。もちろん。お前の使っとった昔の MacBook Air で編集してん。削除。いきます。押しました。削除。おい、やれ。3。消えた。今度消えた。はい。あ、なくなった。終わり。